はい、というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎の、来るものは拒まず、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお送りします。よろしくお願いします。あ、知らない方のために、ね、言うと、Perfume さんの曲で、ポリリズムっていう、その名前がポリリズムっていう曲があって、その楽曲って、本当にポリリズムなのかというね、まあ、この、聞き方をしてる時点で、ポリリズムではない可能性を秘めてるんだけど、聞く人が聞けば、あ、ポリリズムだ、お、揺らいでるっていう感じなんですけれども、実はね、その音楽やってる人とか、特に太鼓のリズムをやってる人からしたら、実はね、これポリリズムではないです。5ずつ鳴らしてるわけね、等間隔で。ドレリズム、ポリリズム、ポリリズム。で、音楽のビートがみたいなビートなんだけども、これにっていう感じですので、今このタンバリンね、シャン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 、これと合ってたわけだ。シャン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 、ポリリズム、ポリリズム、合ってるわけだね。つまり、割り切れると、割り切れる状態でありますと。ただ文字が1個、多いから、普通の音楽の拍だったら1234223432344234でね、だいたいまあこう4つ区切りなわけなんだけれども、5文字入ったから1個ずつずれてるっていう話なんです。それはなんとなく知ってるよっていう方ね、いるかと思うんだけれども、これね、ちょっと図にするとね、余計ちょっと分かりにくくなる可能性があるんだけど、一応図にしました。1234っていうカウントがあったとしたら、ポリリズム、ポリリズム、ポリリズム、この赤文字のところが、吐くカウントと重なるわけなんだけれども、ただこれずれてるだけなわけね。だから2回回ってくればまた重なりますというところです。で、細かく取るとちょっと分かりにくいから、もうちょっと大きく取った場合は、5文字だから4回やるとまた戻ってくるみたいな話なんですね。まあ普通に音楽やってる人だったらね、これ割り切れると捉えます。これはね、いわゆる、まあ、ドラマーとかパーカッショニスト的に言うとグルーピングというやつです。グルーピング、まあ5個つなぎにしたっていう話。タカ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 、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー。これが基調にある中で、まあ5個ずつね。タララ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 ラタララ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 ラタララ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 ラっていう、くくり方を5個ずつにした、まあグループにしたという意味で、これはグルーピングと呼ばれるやつなんです。はい。とか言うとね、ガチのその、Perfumeファンの皆々様に低評価をすごい、もらえそうな予感がするんで、一応ちょっと違うバージョンでもやってみますね。なるとポリリズム、はい、さっきのはグルーピングっていう、ちょっとね微妙に違いますという話です。いや、そんなどっちでもいいわと言う方いるかと思うんですけどね、やっぱね微妙にその聞いた印象が違うんですよ。で、実はポリリズムは完全に重なってるわけなんで、一体感あるんですね。慣れてくると浮遊感あんだけど一体感はあると。で、グルーピングの方がむしろちょっとね、トリッキーに聞こえるっていうか、
なんていうかな、この同じ湾に帰ってこない、帰ってくるまでの間そぞろになるっていうかね、ちょっと複雑に聞こえたりするから、そういう違いがあります。効果が違うっていう感じかな。グルーピングの方がちょっとこうね、トリッキーな感じがするし、ポリリズムの方はちょっとこうふわっとした感じがするというのが、まあ、僕の印象です。であとはみんなで、みんなね、叩いたり聞いたりして、あ、こういう違いがあるんだっていうのをね、感じて、まあ、自分の経験値として持っておいて、それを演奏とかダンスとかもろもろ役立てたらいいんじゃねえかなと思います。